さあ、それではドンキーコングの続きやっていきます。さあ、今回は4の K スピニングラビリンスに挑戦していきましょう。さあ、スピニングとは一体。さあ、不安は募るけど頑張っていきましょう。よし、さあまずは、おっと、普通だ。おい、何これ、スピニングってそういうこと？うん、ちょっとなんか目がなんか目まぐるしくなる感じがする。これはまあいけそうかな。おお、よかった。これなんか落ちそうなイメージがあったけど、ゆっくりいけそうでゆっくりいけないっていうパターン。おお、おっとっとと、まさかいや驚いた。うん、何も出てこないね。よし、さあこれは、左が気になるけど、おお、これなんか背景が回ってるからなんか 目が回るうん、なんていうか普通に左右にこうスクロールするんじゃなくて、あーダメだった。うん、なかなかこれはあのタイミング的にも厳しいし視覚的にも厳しい。さあいけるか。おお、これいかなきゃダメなパターンだったか。しかもやっぱりちょっとあの奥に行き始めると落ちちゃうんだ。うん、ここはすぐ乗れそう。おっとっと、タイミングはよっ、オッケー。わあ目が回る、下に行きたい。壁キックはないからそのまま行っちゃいましょう。これはなんだ、なんか変なのつけてる。おお、どうすんの。こいつ、さあ1個目、これは勝手に行っちゃうのかよ。なんかそういう樽の見分け方ってあるんだっけ。確かにちょっと模様違ったけど、よく考えたことなかったな。最初からっていうのがなかなかきついですね。あ、普通に落ちたなんかすぐあそこまで行きたくなっちゃう。落ち着いてやっていくしかないのかな。でもこういうとこってさ、一回やられちゃうとなんかもうすぐ行きたいってならない。最初からプレイさせられるってなかなかこれがきついんだよね。こいつはどうする？よっ、オッケーなのかな？お、えい、いて、ちょっとどういうこと？あー、ダメっぽい。倒したいけど、あー、後ろに回る必要がある。こんな感じ？直接いけるかなと思ったんだけど、どうなんだ。うん、後ろからいけるかどうか確かめたい。ふん、あ、いける、やったー。でも何も出てこない。さあこれタイミングが勝手にいくらしいけど、どこでいけばいいの、わからないけど、じゃああれが出た瞬間に行こうか。今、あ、そっかそっかここで決めるのか。うん、引っ込み始めた瞬間か。 OK、 何かあるでしょこれ。勝手に行っちゃうやつかな、ね、ドクロマークついてるし。 OK、 さあそしてこれは直接転がって踏める感じ、ダッシュで。お、なるほど、近寄ると、おお、上から来るとか。お前帰るのかよ、こっち。きいっていって、ちょっと待って、これ背景じゃないのかよ貴重なハートが、これはきつい。さあどうする。おお、これは倒すべきなのか。何も出てこない。バナナどこにあるのこれ。あ、違う。おい、何これ、どうやって取れるんだこれ、わからない。えい、
なあ、微妙にずれてる。クソ、あーちょっと、嘘でしょ、こんなところ見てらんないよ。あー、クソ、危ねー。ふー、しそう。ちょっとちょっと休んでる暇ないじゃん。ちょっと待って、これ左の方になんかあった。ふー、オッケー。でもちょっともうダメっぽい。すいません。これは、ふい、ちょっ、おい、ハートがないのが悲しいんだけど、あと1個パズルピースさえ取れれば、あとは、あー、助かった。右気になるけど、え、嘘、ほぼいけるわけではないだと。取れ、ちょっ、我慢、 OK、 いっちゃって、あー、危ない。よかった、ゴールきた。休む暇がない。途中クソとか汚い言葉使っちゃってすいません。さあゲット。いやー、慌ただしかった。でもなんかすげー楽しかったね。 OK、 さあ4つ目。うん、大変だった。OK、 さあなんとかクリアできたけど、うん、スピニングラビリンス、いろんなものが回転してたけど、一番最初のこう背景丸ごと回転してる感じはすごくなんかこう変な感じになりますね。なんかこう普通のゲームってこう右から左にずっとこうベルトコンベア式に流れてく絵があるけど、回転してるとちょっとなんか不思議な感じがする。うん、面白かった。ぶっちゃけなんかやられたところに戻るまでのところで結構やられちゃったんだけど、まあそういうところボンミスかな。さあ残るはボス戦、名前見ちゃおうか。さあ4のボス、地獄のハリセンボン、パンプ、なんだって、パンパップ、あー、なるほど。ハリセンボンって英語とかだとパンパップっていう名前になるのかな。名前が面白いね。うん、さあというわけで今回かなり大変だったけど無事クリアができました。というわけでまた次回よろしくお願いします。